人。こんにちは、こんばんは。ここね、わかります？東京ドームなんですけど、まあ、会場に来ました。何のライブかっていうと、今日ね、ワンオクとマイファスの対バンっていう、まあ、なかなかすごい VS ライブって書いてあったかな。僕も詳しくは知らないんだけど、やってるっていうので一応来てみました。で、今日のライブなんですけど、まあ、なんでね、わざわざ来てね、撮影してるかっていうと、特別なライブなんですよ。で、何が特別かっていうと、ワンオクとマイファスっていう2つのバンドが対バンするんだけど、これね、そのボーカルの、まあ、ワンオクのボーカルのタカっていう人と、マイファスのボーカルのヒロっていう人はね、兄弟なんだけど、そんなに兄弟仲が仲良くなくて、ここ最近ちょっとずつね、交流が増えてきたみたいな感じで、ちょっと仲、そんな良くないんですよね。その、まあ、人気のバンド2つが対バンするということで、まあ、一緒に歌うのか、交互にやるのか、ちょっと僕はわかんないけど、まあ、やるということで、僕自身両方のバンドの曲も聴くしすごく好きなんですけど、チケットね取れたらよかったんだけど、まあ、ちょっとね予算がね僕のところは出なかったので、まあ、とりあえず動画だけでも撮りに来ようということで来てみました。で、イントロはそんな感じにしておいて、まあ見てもらおうと思うんですけど、この後ね映像がね流れたりするかもわかんないですけど、出てたら見てもらえたら嬉しいんですけど、それぞれね物販会場とかフォトスポットがあるのかどうかっていうのはこれからちょっと見に行こうと思うのでね、皆さんと一緒に見に行けたらいいなというふうに思っております。じゃあちょっと、見に行ってみましょう。よろしくお願いします。まあ、まずね物販会場かなと思うんだけど、これそうだよね、グッズ引き会場って書いてあるから多分物販会場なんだけど、あのね画面で見えているよりもものすごい人がいっぱいいますね。めちゃくちゃ賑わってる。グッズがちょっとどんなのあるのかな、ちょっと後で見れたら見に行こうと思う。めちゃめちゃ人いるよ、ほら。分かってはいたけど、めちゃくちゃの人なんだよね。あそこにね、あれだわ、多分これ列になって並んでんだけど、T シャツとか出てるわ。買えるのかな、チケットなくて。見つけたわ。まだまだね、ここに並んでたけど、ここじゃないっぽいわ。向こう行かなきゃいけないっぽい。あのですね、あのグッズの物販の最後尾を見失いましたんで真剣に探していこうと思います。やっと見つけたよ、グッズ。今回のラインナップみたいですね。 T シャツ2種類、パーカーにトートバッグに、またこれも T シャツだ。ラバー版とか、あ、なんかキーホルダーとかもあんだね。ステッカーとかあるね。あのですね、あ、今音が微妙に聞こえるかもしれないんだけど、始まったみたいなんですよね。時間がですね、ちょっと待ってね、今15分なんですよね。6時15分なので、まあ、始まってても全然おかしくないかなって。中からすごい振動が伝わってきますね。始まりました、開演ですすごい歴史に残るようなすごいライブなんじゃないので、開演したのもそうなんだけど、ちょっとグッズ買ってみました。これね、ラバー版、これ家帰ったらちゃんと開けてみましょう。このね、ワンオクロックとマイファーストストーリーのこの日付まで入ってんだね。このコラボのラバー版とタオル、そのコラボタオルとコラボグッズがね、多分今日しか、ここでしか手に入らないと思うんで、ちょっと買ってみました。後で詳しく見てみましょう。はい、もう早速見てもらおうと思うんですけど、まずね、こちらですね、ラバーバンドになっております。ちょっとね、黒入ってるんですけどね、それの上からだとこんな感じ、ワンオクロックマイファーストストーリー231114っていう、2023年1月11月14日今日の日付ですね、ライブ当日の日付になっておりますっていう感じですね。ちょっと開けてみましょうか。開きました、こちらになります。はい、外観はね、こんな感じで、裏側こんな感じ、青と赤の炎のモチーフなのかな、になっておりますね。まあ、イメージとしては赤がワンオクで青がマイファスなのかなっていう、なんとなくそんな印象を受けましたね。ラバー版の内側はまあ特にっていう感じですね。
あでね、こちら見ていただいたんですけど、まあ、つけてみるとどうなのかって、まあ、ラバ版なので、まあ、割と雑につけれるのかなと、まあ、ゴムだと思うんですけど、まあ、一応こんな感じ見てもらったら分かります。こんな感じつけるとね、今ちょっと開けたばっかなんでちょっと丸くないです、型がついてないですけど、僕ね腕がやたら細いんであれですけど、こんな感じですね。でも本当に普通のラバー版って感じなんで、まあ、よくラバー版いっぱいなんかそのいろんなライブ行ってきてさ、同じ、違うツアーとか同じアーティストでもいろんなライブ行ってさ、ラバー版集めてきてね、いっぱいカバンにつけてる人もいますけど、そういうのね使えるんじゃないかなと思いますけど、ラバーバンド以上になります。はい、じゃあどんどん次行こうと思うんですけど、次ね、画面映りきってないんだけど、ワンオークとマイファスのコラボタオルですね、こちらの方、開封していきたいと思います。こちらになりますと、まあ、映ってれば袋から開けても大して変わらないんだけどさ、広げて見せたいかな。こんな感じ、まあ、見えますこんな感じ、あれ上下逆、あ上下逆だったらごめんなさい、ワンオークロックマイファーストストーリーって書いてあって、青と赤のこう炎がねあしらわれてるタオル、結構ね細長めのタオル、今本当にこうやって写真を撮ってる人結構いたけど、こうやってね写真撮ってる人いたけど、本当にこういう感じで使うのを想定されてるのかなっていう、まあ、首にかけるとね、なんていうのこんな感じかな、なんかこう首にかけると赤と青がねこうちょっとこう見えてさ、かっこいいよね。会場でもかけてる人いっぱいいたけど、これ結構かっこよかったんだよね。ただちょっと細長めのタオルだから、まあその使い方はこう選ぶかもね、まあ、わかんないけど、まあ、なんかその鉢巻きみたいにはしやすいかも、割と鉢巻き的な使い方はしやすいかもしれない、細長いんでね。ワンオクコラボタオルでしょ、今日しか手に入んないやつだと思うんですけどね、まあ、一応手に入れました。まあ、じゃあグッズについてもう一言ちょっと言っとこうと思うんですけどね、あのデザインとしてはなんかかっこいいです、今回のコラボのやつはね。あとこれに T シャツ、黒と白の T シャツがコラボのやつであって、それ以外はワンオクとマイファスのそれぞれのねグッズっていう、今回のためのグッズだと思うとか過去のグッズとかも分かんないけど、だと思うんですけど、とりあえずかっこよかったですね、とにかくかっこよかった。でね、この2品に関してはね買ってよかったですね。このタオルが確か1800円かな、でこのラバ版が600円ぐらいだったんだけど、で2つで2400円なんだけど、それだったら全然いいかなって今のところ思ってますね。かっこいいですね。まあ、今度ね、ワンオクのライブとかマイファスのライブとか行くことがあったら、まあ、これちょっと持ってったらさ、あの時行ったんだぜみたいなさ、僕ライブ行ってないけどね、チケないなんだけど、そういう感出せるかなというふうに思うので、まあ、今後行く機会があったらね、持っていこうと思います。グッズに関してはね、僕が購入してきたこの2点に関してはね以上になります。あとね、あんまり近づくと音楽がいろいろなっちゃうので、あそこで音楽流れてんだけど、タワレコのね CD ショップとか DVD 売ってたりとかするのも一応来てます。そういうのもあります。はい、前、ワンオクとマイファスの対バンライブ今始まっていこうね、開演中なんですけど、いや行けるなら行きたかったけど、ちょっと今回はね難しかったので、まあ、また次、まあ、次やるか、本当に怪しいライブなんだよね。しかも今日1日だけのね、2 days とかでもない1日だけの特別なライブなので、次なんかあるか分かんないけど、ちょっとね今回どうしても行けなかったのでね、まあしょうがないという感じで、まあでも一旦ね、グッズも買ったことですし、いろいろね、見せれるものは全部多分皆さんにお見せしたかなと思うので、一旦引き上げようと思います。ご視聴ありがとうございました。ワンオクとマイファスの対バンの会場に試験内してみましたということで、よろしくお願いします。いいな、行った人はねぜひ感想を教えてくれたら嬉しいですね。で、ぜひねいいねボタンとね、チャンネル登録もしていただけたら僕は非常に嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあ今日は、帰ります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。